本当に大丈夫です。友達が来てくれましたように、大江に乗って、同じ大行列がやってまいりました。NPO 法人、社会観光ボランティア協会、そして、ね、奥山の天皇様をはじめ、大勢の人たちが大江に呼び返ってきてくれました。え、ずっと天皇当協会のゆるキャラ、おふんくん、おふんちゃんも、世界文化遺産登録を今か今かと待ち望んでいます。仁徳天皇に会えたんですけど、今。よみがえってきたっていうことで。おい。すごいですね。ですね。高山祭ならではですね。ぜひご注目いただきましょう。すごい。こういうやっぱり、時代背景がわかりますよね。また、要市は熊野古道に代表される世界文化遺産。紀伊山頂と霊場と参詣道を有する町であります。平安期の熊野古道は蟻の行列を出すように例えられ、蟻の熊野詣と言われるほど多くの参詣者がありました。今回はその平安期の時代衣装で蟻の熊野詣を再現いたします。美しいですね。あのもう梅、みかんがございますが、これからの時期はみかんが美味しい季節となりますので、ぜひ田辺市にお越しくださいませ。いやもう、当時の服でだんだん女性の美しさをアピールするというふうになってるんですよね。なんかこう、またね、ね、花嫁さんみたいな感じで、こうベールみたいな、あげるみたいな。あ、もしかしてそっからしてるの？そっからこう、まだドキドキするじゃないですか。この人もこんな感じだみたいな、つけて。最後の岩見さんがまたすぐ興奮してるんで、後ろさん
中華屋のお店ですか。ありがとうございます。すごいですね。あ、すっごい似合う。はい、あーすごい。やっぱだから本当にいろんな衣装があるんですよね。すごい似合ってます着物が当時からね来られたみたいな感じで、ほんまにここのメンバーの方がすごいリアルなんですよね。なんかありますわ。あれですね、社会において指導的な役割を果たしてテレビ局が大阪城を築城するまで、ね、大阪市ではなく社会を目指して大きな感じですね。あ、今度ないか。ヨーロッパのナイトナイトです。ヨーロッパの当時の時代の、あ、すごいすごい強そう。Thank you.
皆さんのおかげでこうやって真面目に踊ってもらえてるわけです。